皆さん、こんにちは。2000年に21歳で歌手デビューしてから、演歌界のプリンスと親しまれてきた氷川きよしさん。活動休止後の現在の姿や、平井堅とよりを戻した理由に驚きを隠さない。今日は、氷川きよしさんのことについて紹介します。まずは、氷川きよしさんの経歴とプロフィールから紹介します。本名は山田きよし。一部でキーナという名前を使用することがある。2000年2月2日、箱根八里の半次郎で演歌歌手としてデビュー。ビジュアル系男性アイドルのようなルックスを持つ演歌歌手として大きな注目を集め、その実力派の歌唱力やビートたけし命名という話題性も相まって、同年末の日本レコード大賞をはじめとする音楽賞最優秀新人賞を総なめにした。2001年にはオリコンウィーク在地版詩の表紙を飾る。演歌歌手が同詩の表紙を飾るのはオリコンウィークリー時代から数えても松村和子、城之内早苗に続いて3人目であり、男性演歌歌手では初めてのことであった。2001年からリリースしている演歌名曲コレクションシリーズは、発売するどにオリコンアルバムチャート初登場、ベスト10入りを記録している。またシングルにおいても2001年に発売した2枚目のシングル「多い追っかけ音次郎」で総合チャートベスト10入りして以降、氷川きよし名義のシングルは全てシングルチャートベスト10入りを果たしている。この記録を保持するのは演歌歌手では氷川のみである。2003年頃から通信カラオケシステムダムの機種改良に伴い、同機種で配信する氷川の代表曲「箱根八里の半次郎」、きよしのずんどこ節などでは背景映像に氷川本人の出演する映像が多く採用されている。2003年7月1日25日納涼特別公演を中日劇場でした際、中日スポーツに初日から千秋楽までの公演の様子が掲載された。2006年一見で日本レコード大賞を受賞し、歴代4人目のレコード大賞3冠となった。2007年きよしの「騒乱節」で日本有線大賞史上初の4回目の大賞受賞となる。2008年の NHK 紅白歌合戦では白組の大トリを務めた。2017年第50回日本有線大賞で4年ぶりかつ歴代最多となる9回目の大賞を受賞。2020年2月2日デビュー20周年を迎えたこの日、最初のコンサートを行った中野サンプラザで公演、ファンと共に記念日を祝った。2020年6月9日初のポップスアルバム「パピヨンボヘミアン・ラプソディ」を発売。それに伴いアルバム発売記念コンサートを予定していたが、前年より猛威を振るっている新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催を中止した。また歌手活動以外にもタレント活動や歌謡劇への出演などを展開している。2022年1月21日所属事務所により同年12月31日をもって活動を休止することが発表された。22歳からファンの皆様の真心にお依頼したいという思いがエネルギーでしたが、なかなか心と身体が思うようにならなくなり、ご期待にお依頼できないこともあり、来年からリフレッシュのためお休みをいただくことにいたしました。本当に心苦しく思っています、という。なお氷川は同年1月27日のコンサートで復帰の可能性について時期には触れなかったものの、ファンの前でもういいと思うかもしれないですが、また喜んでくださるならと述べている。同年4月6日の夜桜演歌祭りにおいて声帯ポリープの摘出手術を受けたことを明らかにした。同月23日に治療を終えたことを報告。同年12月31日の第73回 NHK 紅白歌合戦をもって歌手活動を休止。2023年現在は特に誰かとの浮いた話などは見当たりません。氷川さんといえば近頃は中性的な存在で、インスタなどに投稿される姿も美しいと話題。世間にはどんどん綺麗になっていく姿を見て、きっと素敵な恋をしてるはずと想像している方も多いはず。それにもかかわらず付き合っているパートナーが報道されない理由は、
事務所が隠そうとしているからかもしれません。以前週刊朝日では高齢層にファンの多い演歌歌手であるが、ゆえに彼氏の話などご法度という指摘がされたことも、特に氷川はファン層がおばさまだから男が好きという噂で冴えたブーなんです。若い世代に比べて高齢層は同性愛への理解が低いため、男性との熱愛報道は認めづらいのでしょうか。とはいえ当記事が載ったのはオーブ前のこと。徐々に時代も変わってきています。近頃は当のご本人がジェンダーレスをカミングアウトしてるくらいですし、今後はパートナーについても存在を認める時が来るのかもしれませんね。2023年には46歳、既婚者でもおかしくない年齢ですが、今なお独身です。その理由としてはバイセクシャルであることや信仰心、気遣いな性格が関係していると思われます。2014年の週刊文春にて、元マネージャーが氷川さんがバイセクシャルであることを明かしています。彼には男性との熱愛報道もありますが、この元マネージャーによると、以前は彼女がいた時期も、彼女とはすでに終わっていますが、別れの原因は熱心な創価学会信者の氷川さんと彼女の信仰心の差だったというのです。実際ご自身が周囲に別れの理由を次のように語ったそう。あの子は仏壇の手入れをしてないから、この証言が事実であれば、氷川さんはパートナーに対し自分と同じくらいの信仰心を求めているように思われます。そういうことが原因で結婚が難しいのかもしれませんね。バイセクシャルならばこれまでに結婚したいくらい好きな同性のパートナーがいた可能性もありますよね。しかし現行上日本においては、同性同士の婚姻は未許可のため、結婚したくてもできないというのが現状。ところで氷川さんは2022年末をいて無期限の活動休止を発表しています。一部にはこの休業期間に性転換手術を受ける、同性婚の認められる国で結婚するなどの見方も存在するようです。仮に未婚の理由が日本で同性婚が認められないことだとすれば、この活動休止期間に何かしらの動きがあるのかもしれません。2017年の徹子の部屋の出演時には、二人きりでいる時を使いすぎて疲れることを未婚の理由に挙げていました。司会の黒柳さんから結婚はしないのかとストレートな質問をぶつけられた氷川さん、以前は結婚を意識した時期もあったと認めつつも次のように語りました。二人きりは気を使って疲れるという性格に加え、シンガーとして充実した日々を送っているので、当分は独身のままと明言。一緒にいても疲れず心の休まる誰かとの出会いがあれば、気持ちに変化が訪れる可能性もありますね。氷川きよしさんと平井堅さんは台湾の新聞社カンスポンで2006年5月号に手つなぎデートが報じられました。情報によると、氷川きよしさんと平井堅さんは2人で仲良く手をつないで台湾でデートしていたんだとか。しかし実際に氷川きよしさんと平井堅さんが手をつないでいる画像はなく、ただ台湾の新聞社だから信憑性がないとは言い切れません。というのも、氷川きよしさんと噂になっている平井堅さんは台湾でも音楽活動を積極的に行っています。そのため台湾民であれば平井堅さんのことを知っている人がかなり多いんです。日本でいうテイラースウィフトさんでしょうか。とにかく平井堅さんは日本だけじゃなく台湾でもかなりの有名人。そんな有名人を新聞社が取り上げるのですから、十分な調査が行われていたと考えられます。つまり氷川きよしさんと平井堅さんは台湾でデートしていた可能性がかなり高いと言えるでしょう。また氷川きよしさんは平井堅さんとの報道があった2006年時点ではまだジェンダーレスのカミングアウトをしていません。ただ氷川きよしさん自身、幼い頃から違和感を感じながら生活していたと話しているので、2006年時点はすでにジェンダーレスであることを自覚していたのでしょう。氷川きよしさんと平井堅さんは本当に台湾で手つなぎデートしていたのでしょうか。たびたび氷川きよしさんと平井堅さんの手つなぎデートが目撃されていたようですが、当時はまだ携帯のカメラ機能が充実しておらず、証拠を取ることがなかったようですね。噂が出たのは2006年、つまり17年前ですよね。
17年前といえばまだスマホは発売されておらず、ガラケーのみ。カメラを構えてシャッターを押した後、2から3秒ほどの時間が必要でしたよね。ガラケーの場合、写真を撮ろうとしても被写体は数秒止まる必要がありました。もし氷川きよしさんと平井堅さんが歩いている姿を見たとしても、ガラケーを取り出してカメラボタンを押してカメラを起動させて、そうこうしているうちにいざ氷川きよしさんと平井堅さんが手をつないでいる様子を撮ろうとしても、すでに2人はいないという状況はありえると思います。また平井堅さんといえば男性が好きであるという噂が根強く残っています。2004年にはがっちりした体型の男性との熱愛報道がありました。その他にも平井堅さんは男性との熱愛情報が絶えない人物です。実際に氷川きよしさんと平井堅さんの手つなぎデート画像がないとはいえ、平井堅さんも男性が好きなのであれば、2人が交際していて手をつないでいた可能性は十分あると思います。氷川きよしさんと平井堅さんは過去に同じマンションで住んでいて同棲していたという噂も浮上しています。氷川きよしさんと平井堅さんは交際疑惑が浮上していたので、もしかすると同棲していたかもしれません。ですが実際に氷川きよしさんと平井堅さんが同じマンションから出てきたり一緒に生活しているような証拠はなく、ただ単に氷川きよしさんもしくは平井堅さんのどちらかがお互いのマンションに遊びに行ったところを誰かに目撃され、はやと散りされてしまったのかもしれませんね。男性同士であってもそうでなくても、同棲となると交際よりハードルが高くなってしまいます。1年以上交際していて同棲ならうなずけますが、氷川きよしさんと平井堅さんの場合は2006年頃に台湾で熱愛報道があったくらいなので、同棲していた可能性は低そうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。